特別な試合には変わりないですから、やっぱりそこをしっかりと取ってスタートを切りたいというのは当然ですよね。まあ、ルヴァンで1試合公式戦試しタリクサイドを開けて鈴木と一折り返す石原先制湘南のポジションも良かった。まあ、これだけフリーになると鈴木と一もね、余裕を持ってクロス上げられますよね。ピッチサイドオンフィールドで主審が確認をします。いいですねこれ。ユルキー折り返抜けてきた。ワンチャンスをものにしましたレッツ。コロキー素晴らしいボールですね。縦のボールで深いところに入って、だからコースは切ってますけども、最初にクリアできなかった、それをコロキー、これをつないで左サイド山中丁寧に折り返し、いいボール、逆転逆転、大外レオナルド相手を倒しましたもんね。ついてましたけれども、はい、大外ヘッド追いつきました湘南。そして山中の間なんですね、ポジション取ってたのが。これ前半の得点もこの間ですね。石原直樹、タリクこぼれてきた、打てない、粘る石原、ハンドじゃないかとアピールしました。PK ハンドです。最後手ですもんね。そうですね、これはもうはっきり手でプレーしているということにも見えますからね。例えば左手で触ってたら多分自分の体を支えるために。いやー外した。クロスバー甲高い音が鳴りました。選手でも今入ってきました、柔らかいボールで関根を使う、コントロール仕掛けていく、左足勝ち越し、コンパクトに触れましたしね。開幕戦は点の取り合い、試合終了、2対3、アウェーレッツ勝ちました。